ジョージ・フランクリン・ゲティは、アメリカ合衆国の弁護士、実業家。石油王ジャンポール・ゲティの父にして、ゲティ家の課長である。1855年、ジョージ・フランクリン・ゲティは、メリーランド州、アリゲーニー郡で、マーサー・ワイリーとジョン・ゲティを両親として生まれた。父親のジョンは、ジェームズ・ゲティの息子で、もう一人のジョン・ゲティの孫である。この曽祖,祖父のジョンはアメリカに移住した。 スコットランド系アイルランド人の長老派協会の会員でペンシルベニア州ゲティスバーグから名前を取った。彼の出生直後に一家はメリーランド州からオハイオ州に移り、この地で父は1861年に亡くなった。幼いジョージは叔父のジョセフ・ゲティが学費を提供してくれるまで働くことを余儀なくされた。やがてゲティは結婚し、ミシガン州のロースクールに通い、 への出入りを許可された。1884年、ミネソタ州ミネアポリスに移り、保険と会社法を専門とした。ミネアポリスはアメリカの小麦製粉の中心地であり、暮らし向きが向上した。1890年、長女が都市に大打撃を与えた腸チ,チフスの流行により死去。1892年、長男のジャンポールゲッチ誕生。 1904年、ゲティッカはミネソタ州からオクラホマ州に移り、ジョージは石油企業家としての第一歩を踏み出す。2年で自身のミネホマオイルカンパニーで財を蓄え、家族を引き連れ、カリフォルニア州ロサンゼルスに移住。1913年、21歳になった息子、ジャンポールに油性に投資する資金を貸し出した。1915年、 ジャンポールは100万長者となり、翌年ジョージとジャンポールは後にゲティオイルとなるゲティオイルカンパニーを設立した。ジョージはジャンポールのライフスタイルを心よく思っていなかった。おそらくこれが会社を息子を一人に任せ引退するという選択をしなかった理由である。1930年に死去。ジャンポールゲティが同族企業のジョージ F ゲティ社の社長となったが、 妻さらには1000万ドルから1500万ドルと評価された同社の支配的利権という形で財産を残した。ジャンポールゲティの長男はジョージ・フランクリンゲティ2世という名で死去するまでゲティオイルカンパニーの重役であった。彼の住居ゲティハウスは死に寄贈され、後にロサンゼルス市長の官邸となった。ありがとうございます。